自己紹介兼ねてどんな仕事をするかちょっと教えてください。去年なんですけど、スタイリスト科を卒業しました佐藤美香です。今は、東京で雑誌のスタイリストさんの元でアシスタントとして働いています。主な仕事は、やっぱり撮影現場に直接出たりとか、それまでの撮影準備だったり、あと撮影後の、借りた服とかを返す返却準備だったりとか、服に関して、そうですね、一通り借りるところから、そうなんです。やってます。はい。